似ている。空中庭園にあった遺跡に。これはカオスゲートなのか。誰かいるのですか。ウォーレンさん、ウォーレンさんですか。門を開けてください。そうすれば解放されます。ウォーレンさんを助けるにはカオスゲートを開けばいいのか。確かにブリュンヒルドを使えばカオスゲートを開くことはできる。でも空中庭園の時のように魔に侵されたものが現れるかもしれない。お願いです、鍵を。ウォーレンさん、今助けます。我は聖天使より与えられし聖剣ブリュンヒルドを持つ者なり。神聖なる皆において我は願う。呪われし魔人たちを封じし聖なる門よ、主の許しを受けその扉を解放せよ。なぜカオスゲートを開いたのです。助けを請うあの声はウォーレンさんではなかったのですか。あれは私ではありません。行きません。彼がロデリック王が来ます。返すのです。実は何者なんです。彼の名はロデリック・デズモリア、ブリガンテスの王ロデリックです。ロデリック王、かつて統一戦争でドルガルア王と戦い敗北したあの。では彼もドルガルア王のように力を求めて。いやしかしロデリック王は戦で命を落としたはず。そう、彼の肉体はすでに失われています。おそらく彼はドルガルア王とは異なる経緯で魔界に誘われたのでしょうね。
ロデリック王は肉体を失ってなおカオスゲートにたどり着いたというのですか？禁じられた術を使ってまで勝利を手にしようとした人物です。王が死した時、その無念が地上に残り、この地に招かれたのでしょう。そして魂に宿る王の深い憎しみが魔に囚われてしまった。私は魔から身を守る術を知っていたので、かろうじてしのぐことができましたが。ありがとう、王様を助けてくれて。君は？お兄さんたちのおかげでようやくこの牢獄から出られるよ。君の名前を聞いていいかい？僕はロデリック、ロデリック・デズモーリア。ロデリック、それじゃあ君は？さあ早くカオスゲートを閉じないと、あいつらがこっちに出てきちゃうよ。さようなら、お兄さん。本当にありがとう。ゴーレンさん、お願いします。わかりました。
異界へと通じる黒き門よ。神々の名のもとにその扉を閉じよう。そんな、すぐに帰国するなんて。せめて戴冠式に出席いただけないのですか。我々ゼノビア人が戴冠式に出席することは政治的に好ましくないと思います。あなた方が真の独立を望むのであれば、まずはバレリアの民だけで祝うべきでしょう。我々の出席を望むのであれば、ローディスにも同様の誘いを出すべきです。両国が肩を並べて戴冠式を祝うのであれば、それこそ真の独立を証明することになります。ですが、我々だけの出席となれば、ローディスに攻める口実を与えるようなもの。相手がローディスともなればなおさらです。ローディスに招待状を送ったとして、彼らはそれを受けるでしょうか。受けますよ。彼らに大国としての誇りがあるなら、バレリアの誘いを無下にはしないはず。その時は喜んで我々も出席しましょう。うるせえジジイだな。難しい話はどうだっていいんだ。とにかく俺たちの友情は一生だ。この先何が起きたとしても、それだけは変わらない。だから、もしまた連中が襲ってくることがあったら、その時は必ず助けに戻るぜ、俺たちは。ありがとうございます。ウォーレンさん、カノープスさん。いいか、デニム。落ち着いたら、必ずゼノビアへ来い。俺たちが待っている。そしてランスロットが命を懸けて作ったゼノビアの姿をその目で確かめるんだ。いいな。はい。